はい、ゆっきーです。ですね、今日はですね、カマキリを、ヤフオクで購入いたしましたので、こちらです。紹介したいと思います。カマキリの、これはメスですね。メスです。オオカマキリですね、これは。ちょっとですね、配送上のトラブルがあったのかわかりませんが、はい。オオカマキリのメスですね。オオカマキリのメスです。なぜか、左の、いや、真ん中の足なんですが、中足っていうのかな。中足の左が、取れちゃってますね。ちょっとわかりづらいかな。ここから先がね、死んじゃってます。死んじゃってるというか、もげちゃって。うん。まあ、それ以外は特に、おそらくは、メスだと思いますが、見た感じ、メスっぽいですね。この腹の大きさからして、おそらくメスでしょう。で、今からですね、食事。お食事タイム。で、先ほど虫取りに行ってきたんですが、捕まえられなくてですね。じゃあ仕方ない。肉を食わせよう。こちら。竜田揚げです。竜田揚げを揚げたいと思います。鶏肉ですね。鶏肉も食うらしいんで、普通に揚げてみたいと思います。竜田揚げの衣の部分は多分そんなに食わないとは思う。結構お腹が減ってそうな感じはするんで。ミルワームを本来は与えたかったんですが、ミルワームが、欠品でですね、行った店にちょうど欠品で売ってなかったんですね。じゃあ、与えたいと思いまーす。いくよ。食いましたね。もう逆さになりました、ね。逆さになって食っております。結構腹減ってた、ね。はい、逆さになって食っております。うん、鶏肉もちゃんと食うみたいですね。とりあえず、今日、まあ一日、一食で多分大丈夫だと思うんで、そんなに揚げすぎるとね、カマキリってね、動くものなら何でも反応しちゃって食うんですけど、最終的に、お腹が破裂するまで食うっていう性質を持ってまして、下手にやりすぎると、死ぬ可能性が出てきますんで。特にオオカマキリはかなり旺盛ですから。食欲がね。うん、うまい。うん。うまいか。食ったら食ったら。カマキリはね、他の YouTuber さんでもいますけど、野外で、まあ、寒いところで、飼ってると、普通に
11月ぐらいで死んじゃいます。が、暖かいところで飼うと、年を越すみたいですね。うん。年を越すので、まあ、で、明日はね、ちょっとミルワームをね、買いに行きますか。これメスかな、本当に。ちょっと確認しますね。本当にこいつがメスなのか。ちょっとわかりかねない。わかりかねますね。わかりかねます。カマキリ。オオカマキリ。見分け方、オスかもしんない。どうだろう。あ、でも大きさによってでもないのか。やっぱ肛門でしょうね。どれがメスなのかが全然わかりません。オスとメスの違いと。左がメス、オスだから、あ、これメスですね。これはメスです。あ、あとね、なんかね、触覚がね、半分もげちゃってるというか、半分に切れちゃってます。左の触覚かながね、半分に切れちゃって、半分切れちゃってるのが、切れちゃってるんで、ちょっと、まあ、購入者の、まあ、個体がそうだったんでしょうね。まあ、いいや。ということでね、ご視聴ありがとうございました。